ロッパ日本で人気が高く、特にイギリスではヒット曲が多い。元ゴーゴーズのボーカル。カリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッド出身。ロサンゼルスのパンクロックシーンのオリジネーターと言われるジャームス結成時にドラムスで参加したが、間もなく脱退。1978年に j n w ドリンとロックンロールバンドのゴーゴーズを結成し、1980年に メジャーデビューした。デビューアルバムビューティーザビートは6週にわたり全米1位を記録した。女性だけのロックグループとして史上初の全米1位であった。ゴーゴーズは1985年に解散するが翌年1986年ソロデビューし、さらに1987年にはシングルヘブニーズ・エイプレイス・オニアースがビルボードシのホット100で1位を記録した。 この曲のプロモーションビデオは女優ダイアン・キートンが監督した。ミュージシャン仲間との交流も盛んで、彼女のアルバムには多数の著名ミュージシャンが参加している。1990年になると、ゴーゴーズは再結成され、カーライルもそれに参加している。90年代後半からはイギリスやフランスに移住し、ゴーゴーズの活動以外はヨーロッパを中心に活躍している。 2006年には 80S ダンスポップサミット出演のため来日。リック・アストリー、死にいた、マイケル・フォーチュナティと共に来日公演を行った。2007年に久々にソロでアルバムをリリース。全曲フランス語で歌われた。このアルバムは高い評価を得るが、セールス的には惨敗した。2008年、MTV の人気番組ロック・ザ・クレードルに審査員として参加している。 2010年5月7.8日にビルボードライバ東京で10.11日にはビルボードライビ大阪で計4日間8公演を行った。2010年6月に自伝リップスアンシールド A メモアルを発表。40代半ばまでドラッグ中毒であったことを告白し、物議を醸す。2016年末にフランスから大のバンコクに移住、現在は バンコクを拠点に活動している。好きな映画はイタリア映画で俳優マルチェロマストロヤンニのファンである。夫は俳優ジェームズ・メイソンの息子で映画プロデューサーのモーガン・メイソン。モーガンは彼女のプロモーションビデオに出演している。俳優、ゲイ・アクティビストのジェームズ・デューク・メイソンは一人息子。歌手のマドンナとは何かと縁がある。誕生日が日違いであり、アメリカ時代は 同じジムに通っていたりもした。またベリンダが最初に起用した、ウィリアム・オービットやリック・ノーエルズをマドンナが後から起用し成功させている。ベリンダが早くにヨーロッパへ移住した後、マドンナも移住。また、マドンナのドキュメンタリー映画、インベッドウィズ・マドンナの中でも、ベリンダの名前が出てくる箇所がある。私生活では、ビバリー・ヒルズと南フランスバール県に居住、フランスで子育てをした。 一人息子は大学卒業後にカリフォルニアに戻り2016年末ベリンダと夫はアメリカとフランスに別れを告げたいに移住した。バール県にアメリカのファーストフードチェーンが進出する際反対運動をした。ありがとうございます。